コロナの感染をより早く正確に判別できる方法が求められている中、浜松医大が抗原検査を PCR 検査とほぼ同じ精度まで高め、しかも30分程度で結果がわかる検査方法を確立しました。抗原検査は PCR 検査より機器の操作が簡単で早く結果がわかりますが、精度が PCR 検査より劣ります。浜松医大では抗原検査の精度を上げようと、ナノスーツ法という独自の技術を応用し、抗原検査のサンプルをすぐ電子顕微鏡にかけられる検査方法を開発しました。これ電子顕微鏡なんですか？はい、これが卓上電子顕微鏡になります。小さいくっきりした白い粒がコロナウイルスのあるところです。電子顕微鏡を使うと肉眼では見誤っていた抗原検査の反応を見落とさないと言います。実際の臨床検体でこのイムノクロマとナノスーツ法がどれぐらいの精度を出すのかというのを知りたかった。それが一番のポイントになります。浜松医大は1年をかけ、実際の患者から採取したサンプルを使って検証を行いました。その結果、新しい検査方法は PCR 検査とほぼ同じ精度を実現していることが分かりました。また、PCR 検査はどんなに急いでも結果が分かるまでに2時間はかかりますが、新たな検査方法なら30分ほどで結果が出るといいます。スピードよく交換類できるという特徴を生かして、救急の現場で使えたり、ステーションでこういう機械を置いてですね、一般の人が抗原検査をしたときに、正確で高感度な検査として用いられるようなサービスにしたいと思っています。ソフトウェアだったり、機械の改良によって、それがより現実に近づいていくと思います。実験に協力する企業がさらに効率を良くするため、AI を使った全自動の画像解析ソフトも開発中だということで、この技術は今後の感染症の検査に革新を起こす可能性を秘めています。